はい、どうもネイサンプでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、ちょっと皆さんに聞いていただきたいことはあるんですけれども、この間ね、僕機嫌よく闇を払って闇を払ってって呪術廻戦の主題歌歌いながら車をねちょっと運転してたんですけど、まあ、横断歩道を差し掛かって、信号があってその黄色になったんですよ。まあ高速の車確認したら車間距離も詰まってたんで、まあ、急ブレーキ踏んだらね結構危ないなと思ってそのまま行ったんですよね。んで後続の車ももちろんついてきて、その後続の車の真横に、車が1台走ってたんですけど、それもついてきたんですよね。そしたら、まあ、後ろからね、どっからともなく、って、パトカーが、そこの車止まりなさいって、どこからともなく出てきて、僕の後ろの車行かれたなぁと思ってね。もちろんね、後ろの車は止められて、その後ろの車の横の車も、止められたんですよ。まあ、それ見て僕はザマーとか思いながら、また歌いながらね、運転して、そこからね、ちょっと1キロぐらい進んだとこかな。普通に運転してたら、また後ろの方からパトカーが、って来てね、今日多いなぁ、思って。まあ道を譲ろうと、左に寄ったんですよね。で、スピード落として。ほんだら、そのパトカーが僕の車の横につけてきて、横の車逃げないって言うてきたんですよ。何がと思いながらとりあえず止めたんですけど、なんか計らずしもカーチェイスみたいになってたらしくて、ほんで聞いたらね、信号無視やから言われて、僕の後ろ2台捕まえてさらに僕の車まで捕まえるとか乱覚やん、マジで。捕鯨の密漁者でもそんなことせえへんで。気づいたら闇払う前に金と点数払ってたわ。というわけで、ついに私、ぬい散歩、免停間近になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今後はですね、交通ルールをしっかり守って、黄色信号の際には、後ろの車間距離が詰まっていても、追突覚悟でブレーキを踏んでいきたいと思います。というわけで、吐き出すもん吐き出したということで、本日は、ボレーの、上達メニュー紹介動画です。皆さん、ボレーしてたら、よく手首使わないでって、コーチに言われたことないですか？これね、手首ね。自分では使ってるつもりなくても使ってしまってるとか、ボレーの悩みとしては結構多い悩みなのかなと思ってます。今日はですね、ボレーで手首を使わないように矯正する練習メニューを紹介しようと思ってます。誰でもできるメニューなので、試してもらいたいと思ってますんで、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。このチャンネルはレッスンでは教えてくれないワンポイントアドバイスや戦術、メンタルの持ち方から最新のテニス用品情報まで、リスナーに有益な情報を真面目にお伝えするチャンネルとなりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、それではまずはですね、矯正メニューを紹介する前に、僕が手首を使ってるか、どういう形でボレーしてるかっていうのを確認していただけたらなと思います。しばらくねちょっと見ていただきたいと思うんですが、まあ一般的に、皆さんが手首を使うであろう、ポイントとしては、セットのタイミング、インパクトのタイミング、フォロースルーのタイミング、この3つで手首を使いやすいんですよね。まあ、この3つしか手首使うところないですから、ね、でもどこにおいてもこの手首っていうのは基本的にボレーは使っちゃダメです。まあ、それでも、分かってはおるけど手首を使ってしまうという方が多いのかなというところで、まあ、この矯正メニューをちょっと紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、こちらが矯正メニューでございます。ただのスライスの玉出しやないかいって思われる方いらっしゃると思うんですけど、その通りですね。ただボレーで手首を使う理由っていうのはやっぱりパワー不足、なおかつ短い距離でボールをワンバウンドさせないといけないという、ある種の矛盾が生じてるんですよね。威力は出したいけどボールは短く落としたいと、その結果わけわからんくなって手首を使ってしまうと
いう結果に陥るのかなと。僕自身下手だった時に、そうだったんですよ。その解決法としてこの練習なんですよね。まずは、フォアのスライス、打つことによってですね、ラケットを上から入れるということと、あとは手首を使わない、これだけ意識してもらって、球足は気にせず打ってもらうと。基本的に僕の中では、ボレーって、スイングするもんなんですよ。止めるもんと思われがちなんですけど、しっかりスイングしてボールを飛ばしていくんですね。なのでスイングしたらあかんということもないので、こういうストロークでスライスを打つっていうことは結構ボレーに直結する練習なのかなと思ってます。これによって結構リラックスした形でボールに威力を加えることができるのかなと思いますし、ボレーとしての形が綺麗になると思ってます。それを踏まえて、こちら普通のボレーの球出しです。いかがでしょうか。テイクバックとかは若干ね、小さくなってるのかなと思いますけど、手首一切使ってないですよね。でフォロースルーも結構大きかったりするので、ストロークのスライスとよく似た形なのかなと思います。で、先ほどリラックスした状態で打ってもらってるので、比較的、力を加えずに、しっかりとボールを飛ばす感覚も養えて、こういう球なしのボレーでもね、パシッと、ボールを飛ばすことができるのかなというところです。あとは短く落とすことについては、感覚的に力を入れないでもボールが飛ぶようになれば、短く落とすことは比較的簡単です。どちらかというと、ボールに威力を出す方が結構難しいのかなと思いますんで、まずはね、ベースラインでスライスの練習をしていただいてですね、体に手首を使わなくてもボールは飛ばすことができるし、短くボールを落とせることができるよっていうことを、覚えさせてください。それではついでにバックボレーの方も、見ていきましょう。この練習は本当にスライス打ってるだけの練習ですね。きっちりこのスライスのラケットワークがボレーに生きてくるんですよね。注意すべきポイントは、打点に対してラケットを上にセットする、そして、ラケットを振り下ろす、もうここですね。その際に手首は使わない、それさえしっかり注意すればいい形で、ボレーすることもできるかと思います。あとはね、ボールが浮くか浮かないかっていうのも結構大事なポイントかなと思います。ラケットを前に出しすぎると結構ね、スライスってボール浮いたりするんですよね。なので上からセットしてラケットを真下にストンと落としていく感じ、ボールが浮かないように工夫する、この感覚もしっかり養ってもらうと、ボレー行った時に浮いたボレーが少なくなります。あと一つね、言えることは、この練習はあくまでもボレーのためにやってる練習なので、この練習したらスライスもボレーも上手くなる一石二鳥みたいな、考え方は捨ててください。あくまでもボレーの練習です。なので、ボレーした時のイメージを思い描いてスライスを打つ。またね、ストロークのスライスとやっぱりね、ボレーを意識した時のスライスって全然感覚的に違うので、大事なことはしっかりとボレーをイメージして、このベースラインでワンバンついたショットを、スライスで打つということを心がけてください。それでは先ほどの練習をやった後の、ボレーを見ていただきたいと思います。結構ね、コンパクトにボレーができてるのかなと思います。コンパクトなんですけど、当たりはね、先ほどのスライスの当たりをイメージしてるので、結構ボールが飛んでいくイメージなのかなというふうに思ってます。でやっぱりね、スライスを練習してると、ボールを引きつけることができるので、結構顔の横でボレーしてるっていうのが分かっていただけるんじゃないでしょうか。結構ね、バックボレー手首使う人ってボールを引きつけれない方が結構多いんですよ。なので、そういう引きつけにも、今の練習一役買ってるのかなという感じです。前から見るとね、すごくコンパクトにできてますよね。スライスの練習すると結構ボールの飛ばし方が分かるので、これぐらいコンパクトにも、なるのかなというふうに僕は思ってます。ぜひね、この練習試してみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ボレーで手首を使わない強制練習メニューということで、
まあまあ、単純な練習なんですけど、ああいう練習を反復することで感覚を養っていくっていうことはすごくボレーにとっては大事なのかなと思います。まあまあ、上手い人のボレーの形をねイメージしてしっかり練習するっていうことも大事なんですけど、ボレーっていうのはすごくこの感覚的なところ、打感とか当て方とかそういったところが結構ね重視される、ショットになるのかなと思ってますんで、まずはねフォームというよりも感覚を養うことを意識してください。感覚がないので、手首を使ってボールを飛ばすとか、そういうことに陥ってしまうんですね。なのでしっかりと感覚を養って、その後でフォームをきっちり矯正していく、その流れが一番ボレーの上達にはふさわしいのかなと思いますんで、ぜひね今日の練習試してみてください。はい、それではねこの後僕のボレーを反復して見ていただくコーナーを作ってますんで、興味ある方はそちらの方も見ていただければと思います。というわけでね、私のゆい散歩は一足お先にお別れとさせていただきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。おつ散歩バイバイ。